ということで予定より早く関西での用事が済みました。現在芦屋駅の近所にいるんですけど、 JR 芦屋駅から今晩ね一応新大阪で撮ったホテルへ向かいたいと思います。年末年始の一大イベント、私にとっての一大イベントが終わったということで、今後は自宅待機でゆっくり年越しをしたいと思います。よろしくお願いします。本日は2020年12月27日日曜日、皆さんこんにちは、タコ鉄でございます。この日は関西での予定が済み、芦屋駅からホテルを取った新大阪駅へ移動。明日の昼、東海道新幹線を利用してトンボ帰りで自宅へ帰る1泊2日でした。芦屋駅は兵庫県芦屋市にある JR 西日本東海道本線の駅で、高級住宅地が広がる芦屋市の中心駅。群馬の田舎町で育った私にとっては、目に映るものすべてがキラキラとして、私が住む世界からは遠い星の駅だなぁと感じてしまいます。ここら辺に住む人はネギなんか食べないんだろうな。芦屋駅は商業施設、いわゆる駅ビルと一体型の作りになっていて、駅前にはこのように高架通路もあります。そこから眺める街並みもとても綺麗。電信柱が全く見当たらないのですが、おそらく景観を意識して地中に埋めてあるのでしょうね。芦屋駅は JR 西日本が管轄する東海道本線のうち、大阪駅から神戸駅までの区間、および山陽本線の神戸から姫路駅までの区間に付けられた愛称 JR 神戸線の区間に含まれ、最高時速 130km で高速運転を行う列車種別新快速の停車駅でもあります。本日はそんな新快速に乗って JR 新大阪駅を目指しましょうと思ったら、また出発がギリギリになってしまいました。乗車したのはおそらく JR 西日本223系電車、間違っていたら教えてください。ちょうど帰宅時間帯で車内が少し混んでいたので、このクロスシートの後ろ側、申し訳なさそうについている補助席のような部分にちょこんと座らせていただきました。あまり私はこういうシート慣れないので、ちょっとそわそわしちゃいますね。反対方面へ向かう列車を眺めながら芦屋駅を出発。この日は1週間前に冬至を迎えたばかりで、まだまだ日が暮れるのが早いです。午後5時程度だったと思うんですが、すでに夕日が綺麗な時刻となっていました。新快速はかつて国鉄が東海道本線、山陽本線などと阪和線で運転を開始し、現在は JR 西日本の京阪神圏と JR 東海の中京圏で運行されている快速列車。これだけの速度を出しながら、なんと種別は普通列車となります。私はずっと関西には JR 神戸線とか JR 京都線っていう鉄道路線があるもんだと思っていたのですが、これらは東海道本線、山陽本線を分かりやすく区切った愛称だったんですね。これらの名称自体は1988年のダイヤ改正から使用が始まったもので、 JR 西日本は利用実態に合わせた路線名として利用者に分かりやすい名前を選定。あえて JR の名前が付けられたのは、この時すでに並行する私鉄各社が正式名称として京都線、神戸線の名前を使用していたからです。代表的なもので言えば、阪急電車の阪急京都線や阪急神戸線が挙げられます。田舎出身の私にとっては、同じような路線が各社にあって、それも余計にややこしい。季節はクリスマスを終え、お正月へと駆け足。列車は尼崎を出発し、次の停車駅大阪駅を目指します。尼崎と聞くと、どうしてもチキンライスを歌いたくなってしまいますね。僕はまだまだチキンライスで。列車は塚本駅を通過し、間もなく大阪駅。大阪市最大の繁華街、ビジネス街である梅田の中心に位置し、
西日本最大のターミナル駅です。東京や山陽、九州方面への長距離列車については1964年に開業した新大阪駅を発着する東海道山陽新幹線に地位を譲ったものの、当駅は現在でも北陸方面や新快速をはじめとする京阪神の都市間連絡列車、北近畿山陰方面との特急、東京駅発着の寝台特急など多数の在来線特急が発着しています。こんな状況じゃなかったら大阪から重曹へ移動して飲み歩きしたかったんですけどね。大阪駅から新大阪駅までは直線距離にしておよそ 3.5 キロ。1964年東京オリンピックの開催に合わせて建設された東海道新幹線の開業に先立ち、現在の大阪メトロ御堂筋線の新大阪駅が同年9月に開業。国鉄現在の JR の駅は新幹線終点駅として10月に開業しました。新幹線の駅が大阪駅に併設されなかったのは、大阪駅付近が阪急梅田駅や梅田貨物駅など既存施設で埋め尽くされて再開発の余地がなかったことや、山陽方面への延伸が見込まれており、 JR 京都線、JR 神戸線の在来線のように淀川を2度も渡る曲線経路を避けたためです。生まれて初めて乗った新快速、めっちゃ楽しかった。ということで到着いたしました新大阪駅です。新大阪に来るのも確か1年半ぶりぐらいだったんじゃないかなと思います。まあ、年末の時期ですが、例年に比べると人出が少し少ないように感じますね。私ね、新幹線の駅の中で一番好きな駅が新大阪。この開放感のある広々とした作りがとても大好きなんですけれども、ただね、いかんせんもう分かりづらい。どこの出口がどうこうへどうつながるのかっていうのか、ちんぷんかんぷんで、このね、駅案内表をずっと見てなければ私は移動できないという、そんな病気になってしまっています。なんか今日泊まるホテルが大阪メトロ御堂筋線の新大阪駅4番出口で、もうね JR の新大阪駅ってめっちゃ勘違いしてて、本当にどこに行けばいいのかわからない状態なんですけど、頑張ってたどり着きたいと思います。はい、これホテル予約時あるあるかもしれませんが、新大阪駅、新幹線の駅を出てすぐだと思っていたら、なんと地下鉄御堂筋線の新大阪駅を出てすぐだったという。もうね、ホテル予約サイトにはすごい大きく書いておいてもらいたいなと思うんですけど、じっくりそこを見ない私が一番悪いってことで、まあ、仕方なくテクテク歩いてホテルを探しましょう。ゴーザ早漏で、早漏大好きなんですよ私。こっちに来ると絶対買っちゃう。こっちは回転焼き、大判焼き、今がや焼き、なんて言うんですか。551蓬莱も美味しいですよね。新幹線で食べるかどうしようかいつも迷って、結局周りの目を気にして私は冷凍のやつを買ってお家で食べています。今日予約したホテルは素泊まりでしたので、せめて明日の朝ごはん、もしくは今晩の夕飯だけでも鉄道気分を味わいたいと思って駅弁屋さんに入ってきました。美味しそうなお弁当がいっぱい並んでいるんですが、結局私が目に行ってしまうのはここの欄なんですよね。どこだろう、わかんない、どこに行ってるんだろう私は。あー、もう緊急事態、完全に新大阪駅に踊らされております。1時間くらい歩き回ってやっと地上に出れたはいいんですけど、こっからどうやってホテルまでたどり着けばいいのか地図アプリを開いてもわからないっていうのがね、私の短所であり、まあ長所みたいなところですかね。こんなハプニングも楽しいと思えるようにはなってきましたが、毎回毎回自分の方向音痴加減やもうミスの多さには本当に参ってしまいます。
っちゃったけど、無事たどり着くことができたようです。よかった新大阪の唐草ホテルグランデさん、すごい綺麗なホテル、去年くらいにできたんだっけな、確か。植物と木目調とコンクリートと非常にリッチな感じのホテルですね。お世話になります。こんばんは。飛んで喜びます。チャンネル登録飛んで喜びます。チャンネル登録飛んで喜びます。チャンネル登録過去鉄が飛んで喜びます。